2018年3月29日20時、拡大、2018年3月29日株式会社酒文化研究所バーベキューで飲みた。お酒、やりたいこと、酒飲みの味方、暖かくなるとバーベキュー、以下バーベキュー、を行う人が多くなります。気候的にも春は一番の人気シーズンです。機材を積んで出かけていくのが主流であった昔とは様変わりして、設備の整った専用会場で行うのが流行で、人気のある場所を予約するのは大変です。戸外で気分を変えて料理やお酒が楽しめるので、お酒好きの方にも人気が高いようです。回答者は酒文化研究所のモニターを中心に、ほとんど毎日酒を飲む、という方が7割以上です。この、春バーベキューを予定しているのは回答者の2割はじめに、回答者のバーベキュー経験を確認しました。55% の人は5回以上の経験があると答え、以下3から4回が 17%、1、チルダ2回が 15% で、一度も実施したことのない人は 13% でした。ほとんどの人が数回は経験しているようです。そこでこの春、4から5月にバーベキューを実施するかどうかを聞いてみました。すでに予定のある人が 21% で、実施しないという人が 32%、半分の人は未定でした。図、1。バーベキューの予定がある人と未定の人を対象にバーベキューで飲みたいお酒、お酒選びの考え方を伺いました。バーベキューで飲み比べもしたい。バーベキューの時にお酒の手配をする基準は何ですかと分いたところ、最も多かったのは自分が一番美味しいと思う銘柄の酒 44% でした。続いて肉によく合うお酒 41%、 飲み比べできるように様々なお酒 36% と、ここまでが3分の1以上の人に選ばれた考え方です。す、2。バーベキューは人数が集まりますから、飲み比べをするにも好都合です。お酒に感度の高い人はこういう機会も見逃さないようです。ビールの中でも樽生やプレミアムをあげた人も多い。続いて具体的にバーベキューで飲みたい種類をいくつでも選んでもらいました。ビール類を選んだ人を合計すると 93% に上り、バーベキューイコールビールの人気は不動でした。具体的にどんなビール類を飲みたいのかというと、単にビール類を選んだ人は 66%、 最近はバーベキュー会場への配達もある樽生ビール、レンタ、ルセットを挙げた人は 40%、 プレミアムビールが 34%、クラフトビールが 25%、ノンアルコールビールも 16% になりました。ビールメーカーの景品に缶ビールから美味しい泡の出る注ぎ口がありますが、こういう時に持っていくと盛り上がりそうです。ビール以外では、日本酒が 37%、酎ハイが 34%、ワインが、32%、ウイスキーハイボール 29% と続きました。図、3。具体的にどのように飲んでいるのかというと、ともかく焼いていると暑いので冷たいビールは欠かせない、60代男性。焼きながらビールを飲み、その後は日本酒というのが最高のパターン、50代男性、という声が上がりました。お酒の選び方という観点からはこんな意見も出ています。主催者として特別なビールでもてなしの気持ちを表す70代男性、クラフトビールなどで非日常感を、ワインで春の優しさや爽やかさを演出する50代女性、準備片付けをする人は多いが、もっぱら飲食という人も1割強。バーベキューを実施するにはみんなで仕事を分担しないと大変です。回答者がどんな役割をしているのかも聞いてみました。図、4。お酒や食材の準備、買い出し、後片付け、運搬や設営などの作業、など事前事後に作業という人が多かったです。炭起こし、調理、焼き方、も3割前後が担っているようでしたが、もっぱら飲食。
楽しく盛り上げる、などあまり働かないという人も 15-6% いらっしゃいました。バーベキューの憧れは大きな塊肉を焼くこと、最後にバーベキューでこだわること、やってみたい贅沢を聞いてみました。一番多くの人から上がった贅沢は、大きな塊の肉を焼くバーベキューです。突き詰めると、大きな塊肉を豪快に焼いて、焼きながらナイフでこそいで食べる、40代男性がみんなの憧れるバーベキューです。他には、海辺で採れたばかりの海鮮を使ってのバーベキュー、50代男性も複数の人から上がった贅沢なバーベキューシーンです。また魚介類や野菜をバランスよく焼くことも重要という意見が、主に何回も実施している人からたくさん上がりました。